あなたみたいな高卒よりも、私みたいな大卒の方が企画って通りやすいのよ。わかったらあなたはこの企画にもう関わらないで。高卒で会社に入社した俺が提案した企画を、自分が担当すると言ってきた大卒の女上司に、俺は戸惑うしかなかった。とにかくこの企画は私が担当する。これは決定事項だから。決定事項と言われては仕方ない。大卒の上司ならきっと何とかするのだろう。そしてドイツ語も話せるのだろうと思って、俺は応援することにしたのだった。俺の名前は川口春樹。高卒で菓子メーカーに就職し、まだまだ新人として営業の仕事を毎日頑張っている男だ。おはようございます。おはよう春樹、今日も元気がいいな。川口、相変わらず早いな。まだ8時だぞ。いやいや、先輩方より早く出勤は当たり前ですよ。朝は元気に挨拶を、心情にしている俺は、今日も出社してきた先輩方に元気に挨拶をしていく。俺はこれまでずっとスポーツをしていた影響で、いわゆる体育会系の上下関係の中で育ってきた。先輩のために俺が先に準備をしないと、という気持ちが根付いている。なので社会人になっても、この営業部内で一番後輩の立場である俺が、一番に出社して営業部の鍵を開け、先輩方のパソコンのスイッチを入れるのは当たり前だと思っていた。先輩方からは、そんなことしなくていいんだぞ、とよく言われるが、これは俺の体に染みついた習慣みたいなものだ。でもそのおかげか、ここでは先輩方からも可愛がってもらい、仕事も少しずつ成果を出せるようにはなってきている。なので俺は今、毎日が楽しい。おはようございます。春樹くん、今日もうるさいからもう少し声のボリュームを抑えてくれないかしら。これ毎日言ってるはずよね。主任すみません、昔からの癖でこのボリュームでしか挨拶ができないです。そうね、高卒だからそれくらいしか脳がないのよね。はぁ、とため息をつきながら主任は自分の席に座った。彼女は今日も朝から機嫌が悪いらしい。俺が営業部に入ってから、俺に対してだけずっとこうなんだよな。高畑みどりさんはこの営業部の女性初の主任になった、とても優秀な人だ。有名国立大卒業で、自分にも他人にも厳しいけれど、あらゆることを的確にこなし、営業部の次の部長はみどりさんだろうと誰もが思っているはずだ。もちろん俺もそう思っている。仕事が始まり、朝の全体ミーティングを終えて、俺は指導係の佐藤さんからいろいろと教えてもらっていた。まだまだ新人の今の俺にできることは限られているので、電話対応や挨拶、返事には元気よく、せめて自分のできることは全力でやろうと思って日々仕事をしている。すると定時の17時少し前になって、主任から声をかけられた。春樹くん、このプリントをそれぞれ50部コピーして10枚ずつホッチキスで留めて資料を作っておいて。見本はこれ、明日の午前の会議に使うから必ず今日中に仕上げておいて。高卒のあなたでもこれくらいできるでしょ。と主任からプリントを渡されたので、はい頑張ります、と大きな声で返事をして、俺はコピー機まで走る。じゃあお疲れ様。お疲れ様です。俺がコピーをしている間に主任は帰っていった。きっと明日の会議に備えて早く帰るんだろうな。管理職から帰らないと部下が帰りづらいってよく聞くし、なんて考えていると、やっとコピーが終わった。そして俺は自分のデスクに戻り、目の前の紙の束をどさりと置く。改めてこうしてみると、すごい量だ。これを全部、か、今日中に終わるかな。いや、終わらせるんだ。という決意を胸に、俺はホッチキスを手に資料を作り始めた。
すると資料作りを始めてすぐ。ハルキ、大変だな。手伝ってやるよ。俺もやってやるよ。と、佐藤さんと田中さんが俺に声をかけてくれた。え、でも先輩方もう定時ですよ。帰ろうかと思ってたけど、俺が指導している可愛い後輩が仕事をしてるんだからさ、先に帰れるわけないだろ。そうそう。それにこんなのみんなでやればすぐだぜ。佐藤さんと田中さんはマイホッチキスを片手にそう言ってくれた。この人たち神かな。俺は感動しながら二人に資料を渡した。営業部内でホッチキスを止める音が鳴り続ける。しかし春樹、主任に目をつけられてるな。こんな嫌がらせされてさ。え、これ嫌がらせだったんですか。俺がびっくりしていると、いや、どう考えても嫌がらせだろ、と先輩方二人から即ツッコミが入った。おお、揃ったツッコミ。こんな定時5分前にこれだけのコピーをさせて資料作りをさせるって。本人は定時で帰ってるし。お前、本当に気づいてないのか。これも主任による愛の無知だと思ってました。佐藤さんが、マジかよ、と言い、田中さんが、お前、これのどこに愛を感じるんだ。俺でさえ愛なんて1ミリも感じられんぞ、と信じられないものを見るような目で見てきている。主任って基本的に春樹のことを嫌っているよな。それは俺が仕事ができないからとかじゃないですかね。そんなのまだまだ新人なんだから当たり前だろ。まあ主任と春樹ってタイプが全然違うっていうのもあるけどな。確かに俺と主任はタイプが全く違うと思う。冷静で仕事もできる主任からしたら、俺は仕事のできないうるさいだけの存在だろうしな。明日からは少し声のボリュームを落とそうと思う俺だった。そんなある日、昼休みに俺のプライベート用のスマホの電話が鳴り響いた。相手は友人からで、数年ぶりに電話をしたので大いに盛り上がった。その友人は何年か前に父親から会社を引き継ぎ、今回はその会社で大きな企画をしようとしているらしい。それを手伝ってくれないか、という内容だった。佐藤さん、相談いいですか？おう、どうした、春樹。指導係の佐藤さんに、俺は先ほどの電話の内容を話し、企画としてどうかと聞いてみた。いいんじゃないか？しかしお前、知り合いでそんな人がいるなんてすごい人脈だな。いや、昔のちょっとした知り合いなんですよ。佐藤さんから主任に聞いてみたらどうだと言われたので、俺はみどりさんに今回の企画について相談してみた。という企画なんですが、どうでしょうか。そうね。最近新しい企画とかなかったからいいかもしれないわ。ちょうどいい機会だから、企画書の作り方を佐藤くんに教えてもらって、できたものを私に見せて。と言われたので、俺は佐藤さんに教えてもらいながら企画書を作成してみた。佐藤さんのおかげでやっと完成した企画書を主任に渡す。主任は企画書を読んだ後、この案件、私が担当するわ、と言った。え？あなたみたいな高卒よりも、私みたいな大卒の方が企画って通りやすいのよ。分かったらあなたはこの企画にもう関わらないで。え、でもそれは。何？この仕事は高卒のあなたなんかができて、私ができないとでも言いたいの？主任からギロリと睨まれ、俺は思わず、いえ、そんなわけありません、と言ってしまった。とにかく、この企画は私が担当する。これは決定事項だから。それだけ言うと主任は席から立ち上がり、企画書を持って出て行ってしまった。決定事項なら仕方ない。あとは主任に全部任せよう。そう考えて、俺はこの企画から引くことにした。数日後、今回のこの企画が会社を挙げての一大プロジェクトとなることが発表され、
企画チームが組まれることになった。いろんな部署から集められたチームの中に、当然ながら俺の名前はなかった。プロジェクトメンバーの名前が書いてある紙が貼られている掲示板を見て、正直少し落ち込んだ。プロジェクトリーダーはもちろん高畑主任だ。春樹、残念だったな。まさか主任が企画をそのまま奪うのは予想外だった。隣で一緒に張り紙を見ていた佐藤さんもなぜか落ち込んでいる。ちなみに佐藤さんもこのメンバーではない。それで落ち込んでいるのだろう。佐藤さんのせいじゃないですよ。元気出しましょう。おう。まあ、あの主任だし、なんとか成功させてくれるだろう。俺たちはそれに期待して、別の仕事を頑張ろうぜ。はい。そうだよな。主任は俺と違って大卒だし、もしかしたら主任も話せるのかもしれないし、きっと大丈夫だ。会社全体がこのプロジェクトに向かって動き出しており、俺は仕事をしながらそれを見守る日々を過ごしていた。昨日も忙しそうな主任と廊下ですれ違い、お疲れ様です、と挨拶をすると、春樹くん、あなたの企画を取ったみたいでごめんなさいね。でもやっぱり私みたいな大卒が企画を提案した方が良かったでしょ?と主任に言われたので、そうですね、さすがです。と素直に返したら、主任は何とも微妙な表情をしていた。あの表情の意味はわからなかったが、頑張っている主任はすごいと思う。もう、毎日大変なんだよ。と言っているのは、俺と同期入社の春日リオだ。リオは今回のプロジェクトメンバーに選ばれるほど優秀で、同期の中でも一番に出世をするのではないかと言われている。そんな彼女もこの企画で毎日忙しいらしく、休憩所で話を聞いていた。本当に毎日大変のようだ。明日、あっちの会社の人と会議なんだ。その準備も今からしなきゃ。何か手伝えることとかあったら、いくらでも言ってくれよな。春樹くんありがとう。でも主任が春樹くんを目の敵にしているのは有名だからさ。頼ったら私が怒られそうなので、気持ちだけ受け取っておく。リオを笑いながらそう言った。そして次の日になり、俺は営業部で資料の整理をしていた。すると、バタバタと走ってくる音が聞こえ、次の瞬間営業部の扉がすごい勢いで開かれた。そして、春樹くん!と俺の名前を呼ぶ声が聞こえてくる。誰かと思ったらそれはリオだった。春樹くん、今すぐ会議室に来て。言いながらリオが俺に近づいてくる。え、リオ、どうした?どうしたもこうしたもないのよ。いいから早く。俺はリオに腕を引っ張られる形で営業部を飛び出し会議室へと連れて行かれたのだった。会議室に行くと、そこには顔面が真っ青になっている主任がいた。しかもなぜか机の下に座り込んでいる。主任、大丈夫ですか?体調不良とかですか?あんたのせいよ。え?それより春樹くん、あなたドイツ語できるでしょ?主任の代わりにお願い。そういえば昨日、今日は会議だって言っていたことを思い出す。え、それより主任ってドイツ語できないんですか?普通できないわよ。いいから早く。主任は大卒だからてっきり話せるのかと。私だって大卒だけど話せないでしょうが。はっ。リオに叫ばれて気づいた。言われてみればリオもドイツ語は話せないって言ってたな。そういうものだったのか。主任がさっきまで座っていたであろう椅子の前にはノートパソコンが置いてあって、それは閉じられている。俺がパソコンを開くと、そこには男性が画面いっぱいに映っていた。そこにいたのは、俺の昔からの知り合いであるドイツ人のフランツだった。フランツ、本当に今日のこの会議に参加してるのか?おう、ハルキ、元気だったか?おう、元気だよ。お前も社長として頑張ってるんだな。当たり前だろ。今の俺は社長だぜ。
それに今回の仕事は僕から提案したんだからな。俺とフランツがドイツ語で会話をしている姿を見て、主任は目を見開いていた。フランツの会社はドイツ国内では有名な菓子メーカーで、彼は最近父親からその会社を引き継いで社長となった。日本の菓子メーカーにたまたま就職した俺と同業だったことから、ドイツと日本のコラボお菓子を作って販売してみないか?というフランツの提案から、今回のこの企画は始まったのだ。フランツの会社は大きく、世界中に支社がある。日本にも支社もあり、これまでの打ち合わせは、その日本支社の人としていたそうだ。今日も会議は順調に終わり、解散というところで支社の人が、本日は我が社の社長が挨拶したいということで、このままリモートをつなぎますね。と言ってきたらしい。御社の社長、ですか?はい、今回まだプロジェクトリーダーの方に挨拶をさせてもらっていないと言っておりまして、ご存知かと思いますが、社長はドイツの方で、ドイツ語しか話せないのですが、高畑さんはドイツ語が話せるんでしたよね。担当の人はそう話しながらどんどん準備を始めていっており、主任はどんどん顔が青くなっていった。私もドイツ語は全然できないのですが。主任は正直にそう言ったが、でも社長が、今回のプロジェクトリーダーは大卒だから、きっとドイツ語が話せると言っていた、と言っていましたが、と戸惑ってしまったらしい。俺がフランツにそう話したからだ。しかも運の悪いことに、その日本支社の人もドイツ語は話せるのだが、突然電話が入ってしまい、リモートでつながった瞬間に会議室を出て行ってしまった。ドイツ語が話せない主任は逃げ場がなくなり、思わずそのノートパソコンを閉じてしまい、その場にうずくまってしまったとのことだ。そこでリオが、ドイツ語なら俺が話せることを思い出し、俺を営業部まで呼びに来て今に至る、ということだった。じゃあ、改めての契約は、僕が日本に行ってからでもいいかな。久しぶりに日本に行きたいんだよな。ちょっと待ってくれ。主任、フランツが改めての契約は、彼が日本に来た時でも大丈夫ですかと言っています。俺はフランツから聞いた内容を主任に聞いてみる。大丈夫よ。大丈夫だってさ。また日本に来るスケジュールが決まったら教えてくれ。了解。あとフランツ、俺の勘違いで悪かったけど、プロジェクトリーダーはドイツ語が全然話せないんだ。そうだったのか?だから日本に来た時は俺が通訳することにするよ。ということは、春樹にも会えるということだな。楽しみにしてるよ。そこでリモートは終了し、俺はまたノートパソコンを閉じた。春樹くん、本当にドイツ語ペラペラだったんだね。そう言ってきたのはリオだった。ああ、まあね。役に立てたなら嬉しいよ。すごく助かったよ、ありがとう。主任、よかったですね。とリオが言ったので主任の方に目を向けると、彼女は体をブルブルと震えさせていた。主任、怒ってる?春樹くん、あなた、私が大卒だからドイツ語が話せるって思うって言うなんて嫌味?そんなつもりじゃ。大体、あなた高卒なのになんであんなにドイツ語が話せるのよ。主任が顔を真っ赤にしながらそう言ってきたので、俺はドイツ語が話せる理由について話すことにした。俺、実はめっちゃサッカーが大好きで、クラブチームには入っていて、15歳の時にドイツに3年間サッカー留学をしてたんですよ。は?俺の話に主任がポカンと口を開けた。主任は知らないかもしれませんが、当時の春樹くんはサッカーの申し子って言われるくらいすごい有名なサッカー選手だったんですよ。とリオが付け加えてくれる。ドイツ語を覚えるのもなかなか苦労したんですけど、3年間ドイツで過ごして、それでドイツ語が話せるんです。
実はドイツのプロサッカーチームに入ることが決まってたんですけど、ちょっと膝を怪我してしまって、サッカー人生は断念するしかなかったんです。あの時は絶望しかなかったけれど、これも運命だと受け入れるしかなかった。結局ドイツから日本に帰ってきて、そこから高校に入学し直して、卒業して、次に俺が好きなことってなんだろうなーって考えたら、俺日本でもドイツでもお菓子を食べることが好きで、ここの会社に就職したんです。ちなみにフランツは、ドイツで当時同じクラブチームで活動していたチームメイトだった。彼もドイツでプロサッカー選手として活動していたが、何年か前に現役引退し、今は社長をしている。そんなすごいサッカー選手で、ドイツ語が話せるのだったら、もっと言えばいいじゃない。いや、別に隠しているわけじゃないですけど、サッカーが詳しい人じゃないと知らないだろうし、俺から言うことでもないですし、聞かれなかったので、と俺は笑った。ハルキ君、今までごめんなさい。突然、主任が頭を下げてきた。え、主任がどうして俺に謝るんですか？私、あなたのことを高卒で、ただのうるさいだけの存在だと思ってバカにしていたの。正直、あなたに嫉妬していただけだったのよ。嫉妬？主任が？俺に？私、昔から人付き合いが苦手なの。感情を出すことも苦手で、春樹くんは素直に感情を出せるし、人付き合いもうまくて、入社してすぐに誰からも可愛がられていて、素直に羨ましくて。だから、私はあなたのことが嫌いだった。それで高卒って言ったり、あれだけの態度と嫌味を言っていたの。主任。でも、これからは改めるわ。今回はあなたのおかげで本当に助かった。本当にありがとう。主任が初めて俺に向かって笑顔を見せてくれた瞬間だった。あれから主任は、あれから本当に人が変わったように、俺に優しく接してくれるようになった。挨拶をしたら、おはよう、と返してくれるし、仕事も教えてくれる。あなたはドイツ語が話せるということを、もっとアピールしないといけない、と言ってくれたり、高卒と言ってくることもない。佐藤さんたちは、主任は何か変なものを食べたに違いない、って怯えていたけれど、それから数週間後、俺たちは日本に来てくれたフランツを空港で出迎えた。フランツ、ここだよ。ハルキ。フランツがブンブンと腕を振りながら、大きなキャリーケースを転がしながらこちらに向かってきた。フランツ、紹介するよ。こちらが俺の同僚のリオさんと、上司のミドリさんだ。今回の企画の契約もあるため、フランツのお出迎えには、主任とリオにもついてきてもらっていた。はじめまして、高畑みどりと言います。先日はリモートで、大変失礼いたしました。春日リオです。二人が挨拶をしたので、俺がドイツ語でそう通訳すると、フランツの様子が明らかにおかしくなった。ハルキ、え、どうした？この緑さんという女性に惚れた。彼女をドイツに連れて帰って結婚する。待って待って、話が急すぎる。お前はそんなチャラ男だったか？チャラ男じゃない。僕は本気だ。早く通訳してくれ。フランツがそう言うので、俺は緑さんにフランツがあなたに一目惚れをしたそうで、ドイツに連れて帰ると言っているとそのまま通訳した。はあ？目を見開き、驚く主任の横にフランツが行く。みどり、あなたが好きです。僕たち結婚しましょう。宇宙人みたいな片言の告白とプロポーズをするフランツに、俺とリオはちょっと、いやだいぶ笑ってしまった。しかし主任も突然そんなことを言われても、それを受け入れるわけもなく、ノー、そんなこと突然言われても困ります。と、フランツは主任からお断りされてしまっていた。見るからに落ち込むフランツだが、
絶対諦めないぞ、と言い出した。フランツは今回の契約の書類にはさっさとサインをして、あとは2週間程度日本観光をする予定だそうだ。道理でキャリーケースが異様にでかいな、とは思っていた。突然のフランツからの告白も、主任もまんざらではなさそうだった。と、リオがこっそり俺に教えてくれたので、俺とリオはフランツが日本に滞在する間に、少しでも二人の仲を深めてあげようと思って作戦を練ることにした。その日からフランツは主任に対して猛アタックを始め、俺たちもそれを応援しつつ、二人っきりになるようにしてみたりと、いろいろしてみたが、二週間ではそんなうまくいくわけもなく、気がつけば日々はあっという間に過ぎていて、そろそろフランツはドイツに帰らないといけないだろう。フランツ、いつドイツに帰るんだ？帰らないよ。え？緑を連れて帰るまで、俺はドイツに帰らないよ。仕事ならリモートでできるし、社長って立場だから大丈夫さ。フランツは親指を立てていい笑顔でそう言った。こいつ、本気だ。恋するパワーとはここまで人を変えてしまうのか。というわけで、ハルキ、まだまだ協力してくれないか？おう、こうなったらどこまでも付き合うぜ。俺も覚悟を決め、リオにもそれを伝えて、主任にさらに猛アタックをするフランツを見守り応援することにしたのだった。毎日フランツに愛を囁かれ、猛アタックを受けていた主任は、まさかこんな私なんかを好きになってくれる人がいるなんて、とリオに言っていたらしい。それからさらに1ヶ月後、ついに主任が根負けして、二人は婚約することになった。フランツと婚約をした主任はそのままドイツに行き、現地で暮らすことに。なので、うちの会社は退職することになった。まさかあの主任が寿退社なんて、と社員一度驚いていたし、主任自身も驚いているらしい。次の主任は佐藤さんに決まったが、主任が最後に挨拶に来てくれた時に、今まで通り頑張っていけば、将来的にはあなたも主任になって、いつか課長くらいまで行けると思うわ。頑張りなさい。あなたの前向きさは武器になるからね、と声をかけてくれた。さらにフランツと主任の仲を深めようといろいろと作戦を考えたりしている間、俺はリオとよく一緒に動くことが多くなり、俺たちも自然と仲を深めていった。その流れでリオと交際を始めることになり、俺にも彼女ができて幸せを実感していた。人には自分だけの武器が必ずあるはずで、それをどう生かすことができるかによって人生が変わってくると思う。俺にはこの前向きに頑張るという武器があって、頑張っていれば周りがそれをいつか認めてくれる日が来ると思う。俺はこれからも主任に言われた通り、前向きさを武器にして仕事を頑張っていこうと心に誓うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。新参者は雨水でも飲んどけ。土木作業員の好きなコンクリート味だぞ。44歳で土木作業員から建設会社に転職した俺。その俺を歓迎するはずの飲み会で、部長の佐藤は俺に紙コップに入った水を渡してきた。みんなのところにはある料理と酒が、俺のところにだけないのだ。笑っているのは佐藤だけではない。他の社員たちも笑いながら俺をバカにしている。だが、こんな風に大きな顔をして笑っていられるのもここまでだ。翌日、部長たちは予想もしていなかった地獄に落ちることになる。俺の名前は山崎圭介、44歳。4月1日、新年度の今日から新しい職場に出勤するところだ。新しい職場は
公共事業を多く委託されている町とつながりの多い水島建設だ。電車を降りて水島建設へ向かって少し早足で歩いた。今までにも転職経験はあったし、危険な場面に遭遇することだって多く、いろいろな修羅場もくぐってきた。だが、やはりこの年齢で新しい場所に新人として飛び込むのは少し勇気が必要だった。すがすがしい朝日の中、事務所の前に到着すると緊張を抑えるように深呼吸した。そこへリクルートスーツをピシッと着た少し頼りなさそうな青年から声をかけられた。おはようございます。今日から入社させていただきます伊藤です。よろしくお願いします。おはようございます、山崎です。俺も今日からですよ。よろしくお願いします。はにかんで深々と頭を下げる伊藤と名乗る青年。俺も頭を下げ挨拶した。自分よりだいぶ年上の俺を見て、どうやら会社の人間だと思ったようだ。俺の夢は地図に残る仕事をすることだ。地図に載っている大きな橋、暮らしを作る道路、安全を守るダムなど、人のために役に立てるような建設に携わる仕事について、地図を見るたびに頑張ってきたその功績を思い出したい、そう思ってた。実際に1週間前までは町外れの道路舗装工事の現場で汗を流しながら肉体労働をしていた。若い現場作業員の中に紛れていると、44歳という年齢もあり、一日の力仕事であちこちが痛くなる。疲れも抜けないまま現場に行かなければならないことも多く、体力的にはきつかった。でも町や人に貢献できてありがとうと言われるのはやりがいがあるし、建築が出来上がっていく様を一番間近で見ることができるのは充実感にあふれていた。楽しくもあり、学べることも多い。自分の仕事に誇りを持っていた。ぐったり疲れ果てて帰る私を妻の陽子はいつもねぎらってくれた。そして新卒の中に混じるのは肩身が狭いと思うけど、堂々としていなさいよと強く背中を押してくれた。看護師という仕事柄か、弱った者に厳しくも優しい言葉をかけてくれる。こんな俺のことを支えてくれる陽子には感謝していた。本日入社しました山崎圭介です。これからよろしくお願いします。事務所内で行われる新入社員の挨拶、俺の番も無事に終え、全員一通り挨拶が終わると、社長が電話しながらパタパタと小走りで事務所へ入ってきた。社長は電話を切ると手帳を開き、また電話をかけようとして時計を見て、一瞬と悩んでから携帯をしまう。大きな体でちょこまかと忙しそうに動き回る様子は少しコミカルだ。事務所内を見回して俺と目が合うと、おうと小さく笑顔を見せた。そして事務所の中央に立ち挨拶をされた。肩の力を抜いて聞いてくださいね。本日入社した皆さん、まずは我が社を選んでいただいて心から感謝いたします。どんな業界世代問わず苦しいことはあると思います。そんな中でも皆さんには人間力、思いやりを大切にしてこの仕事をしてもらいたいと思っています。人の役に立つことで感謝されれば誰でも嬉しいものです。感謝し、
感謝される信頼関係を築いていきましょう。この会社を選んでよかったと思ってもらえるよう、我が社一同頑張っていきますので、これからよろしくお願いします。堅苦しい挨拶は苦手ですので、私はこれで失礼します。新入社員たちが拍手し、社長は頭を下げながら、またすぐ電話をかけて事務所を出て行った。隣にいた伊藤君と、忙しそうだねと話していた。あれ、山崎さんめっちゃ日焼けしてますね。伊藤君は俺の首元と顔の色の違いを見て驚いたように言った。ああ、つい1週間前まで土木作業員として道路工事の現場に出てたんだ。活気に満ちてていい現場だったよ。京交差点を南に行ったところの住宅街の。何気なく話していた。そこへつかつかと歩いてくる一人の男。同年代くらいだろうか。身長は俺より小さく、体つきも華奢だが、ピッカピカに光る革靴と大きな腕時計が威圧感を出している。まだ自己紹介をされていないので名前もわからないが、社員かはたまた役員か。おい、土木作業員なんてとんだ底辺が入社してきたもんだな。あ？そう言って挨拶もなくじろじろと俺を間近で見る男。身につけているものはいいものばかりなのに、とても失礼で残念な人だ。底辺って、作業員なくして建築の仕事は成り立たんでしょう。実際現場で汗水垂らして働いているのは作業員なんだから、その言い方はどうかと思いますよ。44歳で土木作業員ね。俺は42歳だが、とっくに部長まで昇格している。上司に歯向かうなんていい度胸だな。今に見てろよ、明日から楽しくなりそうだな。その男は結局自己紹介もせず仕事に戻っていった。男について他の社員づてに聞いた。佐藤部長というそうだ。水島建設には長く勤めているらしい。初日からこれでは先が思いやられるようだったが、気にしないようにして俺は目の前の仕事に集中した。翌日、俺が挨拶すると佐藤部長が腕を組んでニヤニヤしながら出迎えた。おはようございます。お前は面の皮が厚いやつだな。まあ俺の恐ろしさを知ったらどうなるかわからんが、早く仕事を覚えろ底辺。ほら、雑用雑用雑用の山を押し付けられた。年末でもないのになぜ今窓の察しの掃除をするのか。佐藤部長なりのポリシーでもあるのだろうか。理解に苦しむが、それでもどんな作業も大事な仕事だ。いつか誰かがやる仕事なら、今俺が誰より早くやってやろう。気合を入れてあっという間に終わらせる。すっかり片付いた雑用仕事を見て、佐藤部長は悔しそうにわなわなと震え出した。その震えがピタリと収まると、今度はにやりと意地悪そうに笑った。山崎、社員全員分のコーヒーを買ってこい。コンビニの熱々のだ。え、でもこの後大事な会議が。お前に権限などなーい。早く行け。佐藤部長は唾を飛ばしながら目を見開いて俺に詰め寄った。コンビニまで車で往復すれば15分はかかる。ちらりと時計を見ると、あと3分ほどで会議が始まる時間だ。
会議には間に合わないだろう。佐藤部長と俺のやりとりを見ていた他の社員は、見て見ぬふりをするだけだった。佐藤部長に立てつくと、怒りの矛先が自分に向くかもしれない。そう不安に思うのは自然なことだろう。俺はため息をついて事務所を出ようと事務所のドアに手をかけた。そこへ佐藤部長はさらに追い打ちをかけた。こんな姿嫁が見たら泣くぞ。土木作業員の次は使いっ走りだってよ。44歳まで何やってきたんだ。せいぜい今回の仕事は長く続くといいな。俺は言い返したい気持ちをぐっと抑え、事務所のドアも閉めずに飛び出す。背後から聞こえるクスクスと笑い出す社員の声。その笑い声は伝染していった。佐藤部長の機嫌を取ろうとしているのか、心から面白く思ったのか、一人ならともかく全員が敵となると会社も居心地が悪いなと思った。もやもやした気持ちのまま、俺はコーヒーを社員全員分買って事務所まで走って戻った。しかし、事務所にはもう誰も残っておらず、電気は消え、鍵がかかっていた。佐藤部長の命令で早々と会議を切り上げ、みんな退社したのだろう。はあ、やられた。上司があれでは部下も腐る。この環境にはとても馴染めそうにないと思った。数週間後、何も知らないであろう社長からのお達しで、新入社員の歓迎会を兼ねた飲み会が開かれることになった。飲み会は会社から少し離れた駅前の店で、夜6時スタートとのことだが、すでに7時を回っている。俺はいつものように佐藤部長に押し付けられた残業を片付けた。ようやく飲み会の会場である店に到着した頃には8時を過ぎていた。店に入るとすっかり酔いの回った社員たちがバカ騒ぎをしている。そこそこ高そうな座敷の店でみっともないと思った。社長の姿はなかった。あの忙しい人はまだ仕事をしているんだろう。俺はみんな食べ終わった後の空になった皿を見て、飲み物だけでも頼もうと店内を見回す。すると俺を見つけた佐藤部長が俺の肩を組んで、こっちこっちと誘導してきた。山崎、お前の席は用意してあるぞ。え？嫌な予感はしていた。社員たちが騒ぎながら囲んでいる掘りごたつの座席からポツンと離れたテーブル席。見るとそこには紙コップに入った水だけが置かれていた。そして佐藤部長は全員に聞こえるような大きな声で言った。土木作業員みたいな底辺は雨水でも飲んでおけ。お前らの大好きなコンクリート味だぞ。さすが土木作業員は頭の作りも体の作りも違うな。俺は言葉を失って立ち尽くした。佐藤部長の言葉も、それに乗っかる社員たちの笑い声も、不愉快極まりなかった。頭にきた俺はその水を佐藤部長にかけてしまいそうだったので、そのままさっさと帰ることにした。その日は妻の陽子は夜勤に出ており、愚痴を聞いてもらえる相手もいなかった。俺は半ばやけになって暗いキッチンで一人缶ビールを飲み干した。翌日、普段ほとんど酒を飲まないからか、朝起きると昨日の缶ビールたった一本で頭痛がした。もしかすると
精神的なものから来ているものだったのかもしれない。いつも通りの時間に事務所に出社すると、まだ誰も来ていないようだった。鍵当番も来ていないので、外で待つしかない。いつもなら誰かしらいる時間なのに変だなと思った。始業時間が迫ってくるが、待てど暮らせど誰も来ない。新たな嫌がらせか？妙に胸がざわざわする。するとそこへ専務が慌てた様子でやってきた。専務、おはようございます。ああ、山崎くん、おはよう。さて、大変なことになったぞ。専務が事務所の鍵を開け中に入るが、しんと静まり返った事務所には誰もいない。大変なことってどういうことです？誰もいないのと何か関係があるんですか？昨日決まったんだ。3日間の自宅謹慎だよ。ほとんどの社員がね。え？自宅謹慎ですか？詳しく聞くと、昨日俺が帰った後で社長と専務はあの飲み会に顔を出したのだそう。お店の中は酒の飲み方が学生の頃から変わっていないような、潰れた社員やこぼれた酒やら料理でぐじゃぐじゃになっており、好き勝手やりすぎだと社長がその場で一喝したそうだ。社長と専務はお店のスタッフに謝り、全員一人一人頭を下げさせたらしい。社員たちはそこで酔いが覚めて、やらかしたことの重大さが分かったようだ。社長はその中に俺がいないことに気づき、どうしたのかと社員たちに聞き、先ほどの佐藤部長とのやりとりが発覚したらしい。社長は激怒してその場にいた全員にそのまま3日間の自宅謹慎を命じたのだと。ってことは今日から3日間ほぼパートとアルバイトだけになるんですか？ちょっと待った、俺はいますよ。その声に振り向くと、新入社員の伊藤くんが息を切らしていた。昨日の話ですよね。俺酒弱いんで速攻ダウンしちゃったんです。だから山崎さんが到着する前にもう帰ってました。で、今日も寝坊してギリギリになってやばいと思って、とりあえず同期に連絡したら、佐藤部長の問題行動と社員の酔っ払い方に社長がブチ切れて、そんな状態だって聞きました。いや、現場も見てないし普通に出勤できたんで、よかったやら悪かったやらですけど。ヘラヘラと頼りなさそうに笑う伊藤くん。でも彼のことは憎めないな。そう思った。専務は呆れたようにため息をついていた。いや、もう始業時間過ぎたからね、伊藤くん。時間厳守だよ。まあいいや、今日はこんなんだからちょうどいい。伊藤くんには聞いておいてもらおうかな、社長と山崎くんのこと。え、山崎さんと社長何かあったんですか？専務は改めてことのあらましを話してくれた。実は俺が水島建設に転職してきたのは、水島社長からの引き抜きだったこと。水島社長と俺は古くから、それこそ俺がまだ10代だった頃からの付き合いだった。遡ること20年以上前、当時水島社長は実家の水島建設を継ぐために他の建設会社で修行をしているところで、俺が新卒で入った建設会社の直属の上司だった。何かと面倒を見てくれ、妻の陽子と知り合ったのも水島社長の奥さんの紹介だった。家族ぐるみでの付き合いもあったし、よく飲みに連れて行ってもらうこともあった。仕事に対する話を
ずっと熱く語り合ってた。数年ほど一緒に働いた後、水島社長はその会社を退社し、実家の水島建設の父親の後を継いで社長に就任した。俺の仕事に対する積極的な姿勢や持っている資格の多さ、何より人間性を買うと言ってくれて、いずれ水島建設に来てほしいと言われた。水島社長の理念に強く共感していた俺は強く握手した。その後、さまざまな建設に関する仕事に携わり、経験を積んだ。そうして満を持しての水島建設への入社だった。そんな自分が引き抜いた大事な人材を無下に扱われたことを知り、水島社長は部長に対しても周りの社員に対しても激怒したそうだ。その矛先が俺だったからという理由なしにしても、人間として、社会人として、あるまじき、恥ずべき行いだと諭した。自分たちの問題行動について顧みてほしい。そして謹慎期間中、全員と面談をして社員教育をやり直すと言っていた。ただでさえ隙間のないスケジュールに全員との個人面談を入れるとは、やはり仕事熱心で人思いな俺の目標となる人物像だった。専務が話し終えると、伊藤君は黙ってうつむいた。そしてぽつりぽつりと話し始めた。俺、初日で山崎さんの日焼けのことを口に出したのを佐藤部長に聞かれて、もしかしてあのせいで山崎さんが嫌な思いをするようになったのかもってずっと思ってたんです。そんな些細な一言でこんな大事になるなんて思わなかったんです。山崎さんに対する佐藤部長や周りの態度だって俺は見てきました。でも何もできなかった。何か言ったら今度は俺が狙われるんじゃないかって思って怖かったんです。伊藤君はうぷっと口を押さえてトイレに駆け込んでいった。昨日の酒が残っていたのか、それとも精神的なものが体調に現れたのか。伊藤君は人思いの優しい青年だ。こんなつまらないことで会社を辞めるようなことにならないでほしいと思った。専務は外出し、パートとアルバイトが出勤してくる。そこへ事務所の電話が鳴り、取り継いだパートは、社長からです、山崎さん宛に、と受話器を渡してきた。もしもし、お疲れ様です、変わりました、山崎です。おう、お疲れ様。山崎、お前、報告、連絡、相談は仕事の基本だろう。それは、すいません。朝、佐藤と話したよ。くだらない理由だが、お前に嫉妬してたんだとよ。え？初日の新入社員挨拶の時に、水島社長が俺にだけ笑いかけたのを見た佐藤部長は、俺よりずっと長く水島建設で働いているのに、ポットでの中年の俺に一番慕っている水島社長が取られるのではないか、そんな被害妄想に駆られたそうだ。佐藤部長は他の社員の前で社長に一喝されたのが相当恥ずかしくショックだったのか、朝電話した時には憔悴しきったように素直にいろいろ話してくれたのだそう。佐藤部長をはじめ、みんな俺のことを土木作業員の経験しかない転職ばかりのダメ人間のように思っていたようで、設計や監督の経験なんてあるわけないと思い込んでいたと。それは違う。監督責任者も経験していて、一級国家資格も持っているとても優秀な人材だと、俺を
水島建設に引き抜いた経緯を話してくれたらしい。3日間頭を冷やして会社の理念にもある人間性を高められるよう自分を見つめ直してくれと伝えたそうだ。俺は作業をしながらも入社してからのことを思い返していた。確かに俺は黙って佐藤部長の言うことに従っているだけで自分の身の上話など全くしなかったし、認められるために心の距離を近づけようともしていなかった。俺にも落ち度はあったのかもしれない。そこにガチャリと事務所のドアが開き、水島社長が入ってきた。おう、悪かったな山崎、嫌な思いをさせて。お疲れ様です。いえ、俺も社長なり本人なりに何か言えばよかったんです。言わなきゃ伝わらないのに。嫌な人だって決めつけて距離を取ってたのは俺の方です。ぶつかっても話し合ってたら違ったかもしれないのに。そうだな、報告、連絡、相談、どれが欠けてもうまく回らない。考えの違いなんてあって当たり前だが、すり合わせる努力は俺も含め全員怠っていた。すまなかった。社長は忙しいから俺が何とかするべきでした。すいません。ふっと吹き出しと豪快に笑う水島社長。昔から変わらないな山崎は。人を悪者にしない、そういうところが俺は気に入ってんだよ。褒められているのかどうかよくわからなかったが、その笑い声につられて俺も笑った。俺と水島社長の出会いは俺が中学生の時のことだった。当時住んでいた地域が大きな地震に襲われた。朝方2階の自分の部屋で眠っていた俺は、突然の大きな揺れになすすべもなく震えているだけだった。自宅は建てたばかりということもあり、大きな損壊はなく家族も全員無事だった。ラジオから流れてくるニュースでは火災の多発など周辺地域の悲惨な現状がアナウンスされていた。恐る恐る窓から外を見ると、遠くの町の方でいくつも煙が上がっている。道路は粘土細工のようにひび割れ、古い家屋は倒壊し、電柱が倒れて3軒先のワゴン車を押しつぶしていた。あ、A 橋は無事なんやろか。あれが通れなくなってもうたらこの町孤立してまうで。父親はそう言って会社や同僚や近隣住人に連絡しようとするが、しばらく回線はつながらなかった。俺の住んでいた町は栄えた地域とは川を挟んでいる山の中の小さな町だ。 A 橋が倒壊してしまったらコンビニもスーパーもガソリンスタンドも病院もなく孤立してしまう。少し経ってからお隣さんが窓から声をかけてくれた。お隣さんの家族もみんな無事だったようだ。うちと同じように水道、ガス、電気は止まっており、連絡手段もない状態だと。そしてやはり古くなっていた A 橋は落ちたそうだと言っていた。しかし学校にヘリコプターが来て急病人を運んだり、生活必需品などの支援物資が運ばれてくるらしく、何かあれば学校に集合しようと言っていた。長い間そんな心細い日々が続いた。しばらくたち、支援物資の入った段ボールと一緒に手紙を受け取った。 A 橋の仮建設工事の案内だった。
倒壊した橋をきちんと直すまで、急遽なので仮の橋だが建設予定が立ったと書いてあった。よその地域の建設会社が名乗り出てくれたそうだ。手紙の文末には手書きの荒っぽい字だが、待っていてくださいと書いてあった。それが誰の気遣いだったのか当時はわからなかったが、水島社長の荒っぽい字とよく似ていると後になって思った。家族もお隣さんたちも、よかった、これで希望が持てると励まし合っていた。その後、あっという間に橋が作られていく様子を俺は毎日見に行っていた。重そうな部品を軽々と運び、重機を手足のように自在に操り、大きな声で的確に指示するリーダー。すべてがキラキラと輝いて見えて、どんなドラマの俳優よりかっこいいヒーローみたいだと思った。俺もいつかあんな風になりたいと思った。橋が完成した時には思わず涙が出るほど嬉しかった。俺はスーパーに行くと母親に口実を作り、すぐに橋へ向かった。そこにヘルメットをかぶって作業服を着た大きな男性が立っていた。男性はヘルメットを取ると橋に向かって深く頭を下げていた。あの、橋を直してくださりありがとうございました。俺がそう言うと、その男性は驚いたように振り向き笑ってくれた。俺もあなたのような仕事をしたいです。道路や橋を作ったり直したりして人の役に立ちたいです。おお、ありがとう。そう言ってくれるとこの仕事をしている甲斐があるよ。手続きが大変だったから建設まで時間がかかってしまったけど、無事に完成して本当によかったよ。君が大きくなってまだ同じ気持ちだったら連絡してくれ。その時は一緒に働こう。そう言って男性は涙を拭い、両手で丁寧に名刺を渡してくれた。名刺には水島と書かれていた。それが俺と水島社長の出会いだった。俺はその後、空白だった期間を埋めるべく、いやそれ以上に猛勉強した。大学にも進学し、土木や建築を学んだ。そして大学4年生の時、水島社長からもらった名刺に連絡をした。水島社長は当時働いていた会社の社長や人事担当に掛け合って、俺を採用してくれと頼んでくれたらしい。そして晴れてその建設会社への就職が決まった。その後しばらく一緒に仕事をしていく中で、水島社長のことを知ることができ、俺のこともまた知ってもらうことができた。厳しいことを言われることもあったが、それには必ず理由があるし、人間性の勉強にもなった。成長していく俺を水島社長はとても可愛がってくれた。確かな信頼関係を築けていた。当時のことを懐かしく思い、これからも頑張ろうと改めて気合を入れて仕事に取り組んだ。翌日、夜から雨が降り続いていて、ニュースで大雨洪水警報が発令されていた。線状降水帯が地域一帯にできたらしく、バケツをひっくり返したような猛烈な雨は勢いを止めなかった。事務所の電話が鳴り、それを取った伊藤君がしばらく話した後、保留の状態で慌てて俺に話しかける。役所からなんですが、道路が損壊して緊急車両が通れないそうで、見に行ってもらえますかって言われました。場所は？
M 交差点を北に進んで道なり7キロだそうです。すぐ行く。社長に連絡を入れてくれ。はい。水島建設は市と委託契約を結んでいるため、災害時には駆けつけることになっている。俺は上着を引っ掛け、事務所のドアを開けると、大雨の中車へ走った。傘を差してもまるで意味がないようだった。そんな雨の中、現場へ駆けつけると、山の間の集落に向かう途中の道路が崩れてしまっている。救急車が立ち往生し、集落が孤立している。どうして今日に限って。一刻も早く復旧作業に取り掛かりたいが、人手が足りない。俺が頭を悩ませていると、社長の運転するトラックが到着した。見れば従業員も一緒に乗っている。どうやら面談中だった社長が伊藤君から連絡を受けて、謹慎中だった社員を集めてきてくれたらしい。よかった。人数は少ないが、一人よりはマシだ。そしてその直後、佐藤部長の車が見えた。俺は驚いてあっけに取られていると、佐藤部長と謹慎中だった社員は走ってくるなり、水島社長と俺に頭を下げた。大変申し訳ありませんでした。自分の愚かさを反省しました。人間として大切なことを忘れて、社長にも山崎君にも大変迷惑をかけました。どうか復旧作業に加わらせてください。人の助けになりたいという気持ちは変わりません。雨の中、ピカピカの靴も大きな腕時計もびしょびしょになることも構わず、頭を下げる佐藤部長。俺と水島社長は顔を見合わせ、顔を上げるように言った。あの時はかなりムカつきましたけど、今はそれどころじゃないです。力を合わせましょう。ああ。水島社長もうなずき、社員に指示を出す。その後も続々と集まる社員のおかげで、道路は応急処置ができて、救急車が無事に通過することができた。傷病者も無事に病院へ送り届けることができたらしい。その頃には雨も上がり、空には虹がかかっていた。俺たちは汚れた作業着で汗を拭った。山崎さん、お疲れ様です。大丈夫でしたか。事務所に戻ると、伊藤君がこわごわと聞いてきた。ああ、無事に救急車も通れるようになったよ。あ、いや、道路もそうですけど、佐藤部長、俺が電話したんです。そうなのか。俺は驚いて伊藤君を見る。何を言われるか怖かったから、佐藤部長に連絡するのはやめようかとも思ったんですけど、救急車が通れないって聞いて、市場を挟んでる場合じゃないと思って必死でした。そうだったのか、ありがとう。他の社員たちも事務所に到着してきたようだ。佐藤部長は改めて俺に頭を下げた。申し訳ないことをした。新入りが社長に気に入られてると思って気に食わなかったんだ。本音を言えば俺の出世の妨げになる、そう思った。でも今日現場で見た山崎の働きを見て、実力が本物だと分かった。叶うわけないよな、俺とは経験値が違いすぎる。山崎さんなら俺たちの上司になってほしいと思ったよ。それを聞いていた水島社長は後ろから俺の肩をポンと叩いた。実力で認めさせたじゃないか、よかったな。そんな
俺はみんなに注目されて少し気恥ずかしかった。みんな聞いてくれ、山崎を副社長に任命したいと考えている。俺が引退した後に水島建設を任せたいんだ。反対意見はないな？もちろんです。悔しいけど業務管理以外にも何から何まで自分で行動する社長の後を継げるのは、広い視野を持って分析と実行ができる山崎さんしかいない。そう言って佐藤部長が拍手をすると、他の社員たちもそれに続いた。俺はそんなつもりはなかったので驚いたが、認められ受け入れてもらえたことは何より嬉しかった。佐藤部長は今まで見たことのないような柔らかい笑顔を浮かべていた。その夜帰宅すると妻の陽子が出迎えてくれた。おかえり、大変だったね今日の雨。ただいま。ああ、そっちも大変だっただろう。忙しかったわ。救急で運ばれてきた男の子がいたんだけどね、山の方の集落の子、雨で滑って怪我しちゃって、父親の車で病院に行こうとしたんだけど道路が通れなくなってるもんだから一旦帰ったみたいなの。でも痛みが強くなって冷や汗をかいてどんどん顔色も悪くなってきて、様子がおかしいと気づいた母親が救急車を呼んだらしいの。でも救急車だって通れないでしょ。だからドクターから電話で指示してもらって、とにかく待ってもらったの。救急隊員が到着できた頃には症状も安定して、運ばれてきた時には結構元気になってたけどね。それでね、陽子の話を聞きながら今日のことを思い出していた。救急車を待ってたのは集落の男の子だったのか。男の子の無事を聞いて一安心した。それでね、その男の子が言うのよ、お医者さんの言う通りにしたら痛いのが引いてきたんだよって。直接見てもいないのに電話だけで治しちゃうなんて魔法みたいですごいよねって。僕将来あの先生みたいなお医者さんになって困ってる人を助けたいって目をキラキラさせてたわ。そうか、働く人間はかっこよく見えるよな。男の子が昔の自分と重なるようで懐かしく思った。水島社長に憧れて入った業界で念願かなって水島社長のもとで働くことができている。あの頃の自分に夢は叶うから心配するなと言いたい気持ちだ。建設業のおじさんたちも頑張ってたぞ、見てないところで。え、そうなの？キョトンとした陽子を見て俺は笑った。俺たちは先日の大雨で崩れた道路の修繕工事に携わった。古くなった大きな橋の架け替えも任されることになり、橋の名称も新しくなるそうだ。社内では橋の名称についてあれがいいこれがいいと盛り上がっていた。やっぱり水島橋じゃないか？ちょっと押し売りっぽい感じがするな。それよりアーチライン水島なんてどうだ？現代的じゃないか？なんかセンスを問われますね。前人たちもこうやって悩んでいたのだろうかと考えると感慨深かった。自分たちの作り上げたものが地図に残る。苦労や努力が積み重なり礎となって人々を守り支える。これ以上ない幸せだ。誇りを持ってこれからもこの仕事を続けていきたいと思った。あのいつも忙しそうな水島社長のように。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。
掃除に洗濯、食事の準備まで率先してやってくれてた妻が、急に人が変わったようにやらなくなった。離婚してほしいの、お願い。俺に落ち度があったのだろうが、妻はその理由を一切話してくれなかった。俺はずっと妻を愛していた。妻もそうだと思っていたが、どうやら俺の思い違いだったらしい。離婚届にはすでに妻が記入する欄は埋まっていた。わかった。もうこれ以上聞かない。ごめんな。サインするよ。妻にこれ以上苦しんでもらいたくないと、俺は同意した。妻の目から一筋の涙が流れていた。俺の名前は棚橋優斗、30歳。貿易会社の営業マンの仕事をしている。妻の愛子は美容師さん。腕の良さと愛嬌のある接客には定評がある。妻との出会いは俺の一目惚れだった。交際する前は俺は毎月いつも愛子を指名して髪を切ってもらっていた。はい、できました。鏡の確認をお願いします。おお、これはいいな。いかがでしょうか、ゆうとさん。今日もバッチリとイケメンにさせてもらいました。本当に愛子さんは上手だな。ありがとうございます。これでまた自分の仕事に気合が入りますよ。よかったです。愛子のカットのテクニックもさることながら、持ち前のサービスやたわいもない会話は俺の気分を爽快にさせた。俺はだんだんと愛子に惹かれるようになり、2年間通い詰めて思いっきりデートに誘った。そしてここぞというタイミングで交際を申し込むと、実は私もゆうとさんのこと前から気になってたんです。早く髪切りに来てほしいなーなんて、こんな私でよければと。実は両思いだったようで、それから同棲して結婚まで時間はかからなかった。二人とも共働きではあったが、愛子は率先して家事をやり、俺に弁当まで持たせてくれてとても助かっていた。職場では美味しそうな愛妻弁当だと羨ましがられた。これが普通ではあるのだろうが、ごくごく普通の生活にとても幸せを感じていた。ゆうとさん、私ね、子供は2人欲しいと思っているの。俺もそう思っていた。俺たちには4人家族がちょうどいいのかなって。私ね、もう決めてるの。男の子だったら勇気、女の子だったら愛かって。いい名前だな。2人の名前を一文字ずつ取ってるんだな。そうなるといいな。俺たち夫婦は子供好きだった。しかし、なかなか子供ができなかった。愛子は何度か不妊治療に通ってはいたが、子供を授かるのは難しい体だった。ゆうとさん、本当にごめんなさい。全然いいよ。二人だけっていう生活も人生の選択肢だ。決して悪くはない。気持ちを切り替えよう。ね。俺は涙ぐむ愛子が少しでもポジティブになるよう慰めの言葉をかけた。正直なところ俺は残念ではあったのだが、これも人生。ただ愛子がそばにいてくれればそれでいい。それからの生活はお互いすれ違いが続くようになった。あれほど家事をやってくれていた愛子が、人が変わったように次第にやらなくなっていった。愛子、どうしたの？弁当も最近持たせてくれないけど。うん、あまり気分が良くなくて。そっか、遠慮なく言ってくれよな。ずっとやってもらってたし、俺だって余裕あるときは手伝うからさ。小さいことでも相談するようにしてな。必ず力になるから。うん。すると今度は仕事から家に帰ってくる時間も遅くなってきた。俺はどうも最近愛子の行動一つ一つがおかしいと、仕事後の愛子をつけてみることにした。愛子は性格がとてもよく、愛嬌がよく、そこそこの美人だ。言い寄ってくる男性は少なくはないだろう。愛子の勤務時間を見計らって美容室の前で様子を見ていた。愛子が出てきた。俺は見たくもない光景を見てしまった。一人のスラッとした男性が愛子に近づいていき、自分の車へエスコートしていた。こんな時間に二人きりでドライブか。俺は走っていく車を呆然と眺めていた。なんだあの男は。客か？関係者か？二人きりでドライブなんて。複雑な思いを抱えてしまったが、とりあえず家に帰ることにした。夜遅くに愛子は帰ってきた。俺見たよ。え？愛子のお客さんかな。男とさ、白い車に一緒に乗って行ってたよね、美容室の前から。そっか、
見ちゃったんだ。でも俺は愛子を信じてるから。変な疑いをかけてしまったが、俺はその場では信じていると言うしかなかった。しかし愛子は意外にもこんな言葉を投げかけてきた。あのね、実は私あの人と付き合ってるの。え？そういうことあまりそれ以上は聞かないでほしいかな。愛子はすんなりと不倫を認めた。ショックだった。俺は腕を震わせながら涙声で言った。なんで？いや、愛子、俺に何か落ち度があったのかな。言ったわよね、もう聞かないでほしいの。理由くらい聞かせてもらえないかな。何か悪いことあったんだったら直すように努力するからさ。愛子は一時の沈黙を続けていた。愛子の目から一筋の涙が流れた。ふーっとため息をついた後、離婚。え？愛子はバッグの中から一枚の紙を取り出した。離婚届だ。もうすでに愛子が記入する欄は埋まっていた。離婚してほしいの、お願い。そんな。俺は急すぎて頭の中が真っ白になってしまった。これ以上理由を聞いても愛子は話してくれそうもない。俺は愛子を苦しませることをしてしまったのだろう。苦しませたこと、今は何も思いつかない。わかった、もうこれ以上聞かない。ごめんな、サインするよ。愛子は泣き崩れながら言った。私の方こそごめんなさい。それから愛子はすぐに荷物をまとめて、翌朝にはすでにいなくなっていた。ここのマンションってこんなに広々としていたのか。人が一人いないだけでこんなに違うなんて。俺は突然すぎる出来事にずっと涙を流していた。俺と愛子は協議離婚という形を取った。本当は慰謝料を取れた形ではあったのだが、十分な俺の落ち度など理由を聞かされていないことと、不倫の確かな証拠がないこともあった。不思議と争う気は起こらなかった。時間が経てば自然と気持ちも変わってくるだろう。愛子にとってベストな人生を送ってほしい。そして俺もいつまでもくよくよしてはいられない。愛子が作ってくれてた弁当、本当に美味しかったな。一人暮らしになった俺は昼食のほとんどがコンビニ弁当と外食で、言うほど美味しくもなく、仕事にもあまり身が入ることはなかった。時間だけがいたずらに過ぎていく。心の片隅にとにかく忘れようとしても忘れられない愛子の存在があったのだ。随分と髪が伸びたな。鏡を見ると毎月切っていた髪は気がつけば2ヶ月以上も経っていた。同時に顔も若干やつれていた。お客さんとして美容室に行って愛子に切ってもらうのもいいよな。仕事が休みの日に俺は予約をせず飛び込みで美容室に行ってみた。いらっしゃいませ。すみません、愛子さんは今日は出勤してませんか？愛子さんは2ヶ月前に退職されましたが。そうですか。私でよければ担当させていただきます。あ、じゃあよろしくお願いします。俺は新しい女性の担当の方に髪を切ってもらった。名前は杉山かな子さんという。愛子とはまた違う接客サービスだが、腕はなかなかのものだった。あの、やっぱり愛子先輩の方が良かったですよね。あ、いえいえ、そんなことないです。とってもお上手ですよ。私、何かあったらと愛子先輩にゆうとさんのことを引き継ぎされていたんです。そうだったんですね。あいつ。俺は髪を切ってもらいながら涙ぐんでしまった。愛子は俺の元妻なんです。そうだったんですね。愛子の後輩さんなんですね。そうです、とっても愛嬌があって親切な愛子先輩にはたくさんのことを教わりました。もう感謝してもしきれないくらいに。愛子は客にもお店のスタッフにも好かれる存在だったようだ。会計の時に杉山さんは、ゆうとさん、もしよかったら今後は私が担当させていただきます。ご来店前にご予約いただけると嬉しいです。はい、じゃあこれからもお願いしますね。ありがとうございます。俺はこの時から毎月杉山さんに予約して髪を切ってもらうことになった。切ってもらううちにお互いのプライベートな話をし合える仲となった。ゆうとさん、インスタグラムはやってますか？やってますけど、最近だと閲覧専用アカウントになってますね。よかったら相互フォローしませんか？私の投稿にいいねをお願いします。あ、いいですよ。
年下の杉山さんは積極的だ。杉山さんのインスタグラムはアクティブなアカウントだった。閲覧するといろんな写真を載せている。あ、写真を見ると楽しそうに食事したり、真剣な眼差しでハサミを持って髪を切っている愛子の写真が数点あった。あいつ今どこで何をしてるんだろうな。そんなことを思いながら写真を見ていくうちに、愛子と杉山さんがとても深い師弟関係にあったことがうかがえた。離婚してから1年が経ったある日、携帯に着信が入っていた。表示内容を見ると、なんと愛子の姉、俺から見ると義姉からだった。今となっては元義姉となるのだが、連絡先を交換したきりで今まで連絡なんてすることは一切なかった。なんだろう。俺はすぐに折り返した。もしもし、ゆうとですが、お電話いただきましたか？驚かせてしまいましたね。ごめんなさいね。いえいえ、何かご用ですか？今度、ゆうとさんがお休みの時にゆっくり会うことできませんか？俺は4日後の仕事休みに義姉と会うこととなった。その前に、身なりを整えないとと急遽杉山さんに予約を入れて髪を切ってもらうことにした。まだ1ヶ月も経ってないのに、ご予約いただきありがとうございます。いや、急遽これから人と会うことになって、少しでも髪型をきちんとしておこうと。そうだったんですね。では、今日もバッチリとイケメンにさせていただきますね。お願いします。チョキチョキと心地よいハサミの音が聞こえる。もうこの店に通い出して3年以上経つのか。そんなことを思っていると、杉山さんの手が震え出して、持っていた櫛をカチャンと床に落とした。あ、大丈夫ですか？ごめんなさい。櫛もお高いんでしょうけど、ハサミはもっとお高いんですよね。そうなんです。あ、このハサミ、愛子先輩から買ってもらったんです。成長したお祝いにって。そうだったんですね。最後のドライヤーと髪をセッティングと仕上げを終えて、杉山さんはキョロキョロと辺りを見渡した。店内に誰もいないことを確認して、突然俺にこんなことを言ってきた。あの、ゆうとさん、私じゃ愛子先輩の代わりは務まらないですか？え、私だとダメでしょうか？いや、ちょっと待ってください。あ、すみません。俺はこれから元義姉に会いに行くことで頭がいっぱいで対処しきれなかった。会計を終わらせてそそくさと美容室を後にした。杉山さん、何だったんだ、愛子の代わりって。俺はその後、義姉と待ち合わせ場所の喫茶店で会った。義姉は気持ちを落ち着かせてこう言った。実は妹が亡くなったんです、子宮頸がんで。え、嘘だ。ゆうとさんと結婚生活している中でがんが見つかって。そんなこと聞いてもないですし、全く気がつきませんでした。俺は突然の訃報を聞いて涙が溢れてきた。いえいえ、妹も考えすぎていたこともあったのか。あ、これをお渡ししようと思いまして。義姉は一冊の分厚い本のようなものを取り出した。これは妹の日記です。日記？美容師になってから毎日日記をつけていたようで、妹にも思うことがあったようです。それをゆうとさんにもお伝えしておこうと思って連絡差し上げました。日記を読んで元義姉が言うには、愛子はずっと俺を愛していたこと、離婚して別れた後もずっと、お互い子供が好きで子供が欲しいと絶望していたが、不妊治療を行っている間に体の不調が続き、検査したところがんが見つかり余命宣告を受けた。病気のことを知らせまいと俺に気を使って、愛子自身のことは気にすることなく、子供を元気に産めるような人と一緒になってほしいといろいろと考えを巡らせていたとのこと。体調が悪い中無理に出勤して、お店の若いオーナーが心配して車に乗せて病院へ連れて行こうとしたところ、俺に見られてしまった。もうこれしかないと嘘をついて、愛子への情をなくしてもらいたく離婚に踏み切ったとのことだった。そんな、言ってくれればよかったのに。妹の精神状態を考えると、その時に思いついた嘘をつくことが精一杯だったようです。日記を読んでいただけるとお分かりいただけると思います。俺は元義姉から日記を預かって別れることとなった。家に帰ってすぐに1ページ1ページ丁寧に読んでいった。憧れの美容師になれたこと、杉山さんという後輩ができたこと、
後輩の杉山さんをかなちゃんと呼んで、公私ともに良いお付き合いをしていたこと、俺との出会いのこと、俺に告白されたこと、家族や職場の方には自身が癌であることを絶対に俺には言わない約束をしたこと、読んでいくうちに涙が止まらなかった。そして愛子はこんなことも書いてあった。もし優斗さんがお店に来たら担当よろしくねとかなちゃんに伝えたと。すべてがすべて愛子の俺に対する愛情を感じていた。そういえば美容室の他のスタッフや杉山さんは愛子が癌を患っていることは知っていたはずなのに、俺に気を使わせないようにと自然と俺と接してくれてたな。そして日記の最後あたりにこんなことも書いてあった。もし私がこの世からいなくなったら、信頼できる後輩のかなちゃんとゆうとさんが一緒になってくれると、きっとゆうとさんの今後は明るいものになると思う。俺は涙が止まらなかった。愛子、今日はそれらしき告白を受けたよ。タイミング良すぎだよ。まったく。ありがとうな。俺はそれから三日三晩、仕事から家に帰っては愛子の日記を熟読していた。数日後、俺は美容室の前で杉山さんが出てくるのを待っていた。お疲れ様でした。杉山さんが出てきた。杉山さん、今から少し時間もらえないかな。はい。俺は近くの公園まで杉山さんと歩いて行った。愛子の日記を読んだんだ。愛子先輩の日記ですか。うん、読んでるとさ、いろいろと勇気づけられたことがあってね。子宮頸がんだったこと知ってたんだよね。はい。俺はずっと知らなかった。最近になって他界したことも知った。え、愛子先輩亡くなったんですか。うん、杉山さんは大泣きしていた。俺はどういう経緯で俺と別れ、入院生活のことやとても杉山さんのことを気にかけていたことも話した。愛子先輩、本当に優しい方ですね。私には到底できないことばかり。そんなことないよ。杉山さんには杉山さんの良さがあり、優しさもある。あ、そうそう、日記のこの部分見てもらいたくてさ。俺は日記にしおりを挟んでいた。その部分を杉山さんに読んでもらった。もし私がこの世からいなくなったら、信頼できる後輩のかなちゃんとゆうとさんが一緒になってくれると、きっとゆうとさんの今後は明るいものになると思う。杉山さんはこの文章を何度も見返していた。俺は続けていった。日記を読んでるとね、本当杉山さんがよく登場してくるんだよ。愛子は妹のように可愛がってたんだろうなってね。また愛子との信頼関係もたくさん伝わったよ。でも私も愛子先輩にはゆうとさんのことは引き継ぎだけ頼まれただけで、その自分の思いっていうのは純粋なものなんです。わかってるよ。日記にはそんなことは書いてなかったしね。でもどうなんだろう、結果的には俺は愛子から杉山さんのことを紹介された感じになったのかな。紹介？そう、日記を読んでると杉山さんの魅力に惹かれていったんだ。え、俺は最後にこう言った。もし杉山さんさえ良ければ、愛子の代わりを務めるとかではなくて、ありのままの杉山さんで一緒に人生を歩んでいけるパートナーになってほしい。俺の方からよろしくお願いします。付き合ってください。こんな私でいいんですか。きっと天国にいる愛子は祝福してくれてる。嬉しいです。愛子先輩、ありがとうございます。悲しみと嬉しさの感情が一気に交錯してしまった杉山さんは涙が止まらなかった。俺はそんな杉山さんが愛おしく見えて、そっと胸の中に抱きしめた。愛の形は人それぞれだ。幸せの形も人それぞれ。俺は二度目ではあるが、結婚していざ夫婦となって、男女間で互いに共感し合える価値観を一つでも持つことができたら、最高に幸せなんだと思っている。翌年、俺は杉山さんと結婚した。かなちゃんおめでとう。大変だったね。よく頑張った。ゆうとさんが協力してくれたおかげ、本当にありがとう。双子の子供が生まれた。男の子と女の子だった。男の子の名前は勇気、女の子の名前は愛香と名付けた。この名前の由来を説明したとき、ゆうとさん、とてもいい名前ね。さすが愛子先輩だ。と、すぐに快諾してくれた。
まさかの双子誕生に驚いてしまったが、俺に今できる仕事と家事を精一杯やって妻に協力していくつもりだ。俺にとって、そして妻にとって愛子は忘れようにも忘れられない存在だ。もう愛子は俺たちにとって心の一部なんだ。巡り巡って幸せの形を作ってくれた天国にいる愛子に今は感謝しかない。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんたが医者？患者が気の毒。足引っ張らないでね。俺を見下したように笑いながら言ってくる元カノ。学生時代に俺の家の事情で最悪な別れ方をしてしまった彼女とこうしてまた出会うなんて思ってもみなかった。それから彼女はさらにこちらをけなすようなことを言い、それを黙って受けていた時だった。教授、お帰りなさい。え？こちらに駆け寄り俺に声をかける病院長。教授、待ちかねたよ。これからよろしく頼む。笑顔の病院長を見て困惑した様子を見せる元カノ。そして彼の口から放たれた真実に元カノは驚愕と後悔することになる。俺は上野郁也、とある研究をしている医者だ。小さい頃から医者を目指していたというわけではない。俺、医者になりたい。そうなの、お母さんは応援するわよ。高校時代にいろいろとあり辛い環境ではあったが、医者を志すことにしたのだ。そして夢を叶えた俺は研究のため日本中を転々とする日々を送っていた。また郁也と一緒に暮らせて嬉しいわ。俺もだよ。そんな日々から8年経った頃、俺は久しぶりに古巣の大学病院へと戻ってくることになった。その関係で俺は母が住む家に戻ってくることに。正直、一人暮らしをしていた母のことは心配だったので、そのことに関しては俺も安心したものである。随分と広くなったな。これじゃあどこに行けばいいかわからないぞ。大学の要請で戻ってきた大学病院は何もかもが新しく変わっていた。昔は小さかったのにな。俺が大学病院を離れているうちに建物が新築移転されていたのだ。そのため初めて足を踏み入れる病院に俺は迷ってしまった。ダメだ、完全に迷っちゃった。挨拶に来ただけなのに医局までたどり着けずにおり、俺は途方に暮れていた。何度マップを確認しても目的の場所までどうしても行けない。新しくなった大学病院は規模も前の倍以上あり、スタッフの数も増えたようで見知った顔に出会えない。忙しく動き回る医療スタッフにも声をかけづらく、俺はすっかり立ちすくんでしまう。どうかしました？わっ。すると突然肩を叩かれながら声をかけられ、俺は驚いて振り向いた。え、もしかしてさえ？まさか郁也？そこにいた懐かしい顔に俺はまたしても驚くこととなった。彼女は千葉さえ、俺の高校時代の元カノだ。こんなところで会うなんて久しぶりね。誰かの見舞い？俺をじろじろ見ながら話すさえ、彼女の視線に思わず苦笑する。いや、この病院に医者として勤務することになったから挨拶に来たんだけど。そして俺は正直に話した。すると彼女は俺に見下したような視線を向けてくる。あんたが医者？患者が気の毒。足引っ張らないでね。そう言ってクスクスと笑う彼女に昔の苦い思い出が俺の胸によみがえった。サエとはもともと高校時代の同級生だった。俺、千葉さんのことが好きです。付き合ってください。はい、喜んで。
彼女に一目惚れした俺が告白したところ、快諾してくれたことで交際を開始した。その頃の俺は本当に幸せだった。普通の高校生なので特別な場所には行けない。でも放課後に一緒に公園に寄って話したり、たまに休日に一緒に買い物に行ったり、そんな日々を送れているのがとても嬉しくて毎日感謝していた。俺、さえと付き合えて本当に嬉しいよ。もう、いくやっては大げさなんだから。しかし、高校2年生の春。え、父さんが？俺の父親が交通事故を起こして亡くなってしまった。俺の母も最初は信じられなかった。父は本当に真面目な人で、交通違反どころか毎日安全運転を心がけているような人だ。嘘だろ、そんな、父さんに限って。嘘じゃないみたいなの。それも一緒に乗っていた同僚さんも亡くなったって。父が運転しており、助手席に同乗していた父の同僚も亡くなったらしい。ねえ、聞いた？あの人の旦那さん。聞いた聞いた。それで同僚さん亡くなったんでしょ？ひどい話よね。そのせいで俺の地元で父は悪者になってしまった。俺の母にも厳しい目を向けられるようになり、ただでさえ最愛の夫を失った母は心身ともに疲労していった。そしてそれは俺も同じだった。犯罪者の息子、それが俺に向けられた目だ。今までそれなりにいい成績を取り、ボランティアにも積極的に参加してきた。郁也君は本当に偉いね。それまでそう言われることが多かった。しかしあの事故の日以降、誰も俺のことを見ようとしなくなったのだ。向けられたとしても冷たい視線のみ。そんな視線を向けられるようになり、地元に居づらくなったことで俺たちは母の実家に引っ越すことに。それに伴い俺は転校することになった。そういうわけなんだ。だからさえ、私たち別れましょう。遠距離恋愛を覚悟して話し始めた俺に対し、さえは別れを告げてきた。あまりにもあっさりと言われたことで、あっけに取られてしまう。そんな俺に彼女は冷たい視線を送ってくる。賠償金とか大変なんでしょ？借金がある人とは付き合えない。そう冷たく言われ、俺はショックを受けてしまった。そして彼女とはそのまま別れ、ろくな挨拶もせずに転校することに。それ以来会うことはなかった。あんた、どこの大学出たの？え？過去を思い出していると、さえが話しかけてきた。だから、どこの大学行ったのよ。借金持ちだからろくに塾とか通えなかったんでしょ？確かに塾には通わなかったけど、別に。自力で努力したのは認めるけど、どうせ三流大学なんでしょうね。それでも、この病院に就職できてよかったわね。規模が大きくなったから人手不足なのよね。だからあんたみたいな低能でも雇ってもらえたんでしょ。ニヤニヤと笑いながら、とにかく俺を貶める発言をしてくるさえ。あまりにもひどい言い草に俺は思わず黙り込んでしまう。その時だった。教授、お帰りなさい。え？遠くから駆け寄り話しかけてくる人物がいた。いきなりの登場に驚きつつも、俺は笑顔で彼に答える。お久しぶりです、病院長。久しぶりだね、教授。待ちかねたよ。これからよろしく頼む。そう俺に話しかけるのは、この大学病院の病院長、菅原優作だった。なかなか医局に顔を出さないから、どうしたのかと思ったよ。すみません、迷っていました。まあ、君がいた頃とはだいぶ様変わりしたからな。とはいえ、しっかりしてくれよ、教授。え？教授？俺たちの様子をあっけに取られながら見ていたさえが、
驚いた顔をする。こちらは遠隔医療の第一人者で研究者の上野教授だぞ。まさか知らないのか。そんな際に菅原院長も驚いたように言った。いえ、上野先生のお名前は存じ上げますが、この人は木下では。高校時代は確かに木下でしたが、母のせいになりまして今は上野です。青ざめながら問いかける彼女に俺はそう説明する。すると冴は勝ち誇ったような顔をした。はあ、そういえばあんたのお父さん犯罪者だもんね。な、本気で言ってるのか。彼女の言葉を聞いた菅原院長の顔が赤黒く変わり、怒鳴るように言った。え、だって本当に彼のお父さんは。君はなんてことを言うんだ。上野先生のお父様は冤罪だったんだぞ。え、冤罪。菅原院長がそう言うと冴はあっけに取られた。もう何年も前の話になるが、俺は父の事故の真相を菅原院長に話したことがある。それがきっかけで俺が研究に力を入れていることを知って共感してくれていたのだ。父さんが事故を起こした時、他にもいたんだ。俺の父は雨の日に仕事で同僚を乗せて山奥の道を運転していた。そして事故に遭ったのだ。それは初め父がスピードを出してカーブを曲がれずに起こした単独事故と思われていた。でも実際は違った。カーブで大きくはみ出してきたバイクを避けようとしたんだ。その後バイクが逃げてしまい、山道だったので目撃者もなく父の単独事故で処理されることに。そして運転手の父が加害者、助手席の同僚が被害者として処理されたのだった。亡くなった父の同僚はまだ子供が生まれたばかりだった。だから父のせいで亡くなったと周りのみんなは思って、加害者家族である俺たちに冷たくなったよ。どこにいてもひそひそとされ、冷たい視線を送られる。昨日まで友達だったやつも、お前の親父最低だな、お前と一緒にいたら俺たちまで何言われるかわからねえと俺から距離を取るように。中にはもっとひどい言葉をぶつけてくるやつだっていた。そんな日々に耐えかね、俺と母は地元を離れて名字を変えて引っ越したのだった。それから間もなくのことだったよ。バイクの運転手が自首してきたのは、罪の意識に耐えかねて自首したバイクの運転手が証言したことで、俺の父は冤罪だったことが判明した。その際冷たい態度を取ったことを謝罪する人たちもいたが、俺と母が地元に戻ることはなかった。俺が医者を目指すようになったのもその時なんだ。実は父と同僚は救急車で運ばれた時にはまだ命があったそうだ。しかし運ばれた先は山奥の小さな緊急病院。満足に処置できる医者もおらず、設備も足りない。そして結局二人とも亡くなってしまった。自分の力では無理だった。助けられなくて申し訳ない。処置した医師からそう言われて深々と頭を下げられる。その様子を見ながら、大きな病院ならもっと知識のある医者ならもしかしてと思わずにはいられなかった。君のお父さんは最後まで同僚さんを気にかけていたよ。医師は父の最後の言葉も教えてくれた。父は最後まで、同僚だけは助けてやってくれ、あいつはこの前子供が生まれたばかりなんだと医師にしがみついていったそうだ。その後二人とも急変し、医師の努力もかなわず亡くなってしまったらしい。同僚だけはか。その話を聞いた時、父らしいなと思った。父は真面目な人で、いつだって周りのことを気にかけていた。何かあれば他人を優先し、それで自分が損しても気にしないような人。そんな父だからこそ助かってほしかったと思っている。俺、医者になりたい。その後
俺は父や同僚のような人を助けたくて、救急医になるために医大へと進学を決意した。そこで遠隔医療と出会ったのだ。これならもっとたくさんの人を助けられるんじゃないか。自分一人が救急医になっても助けられる人数は限られる。しかし遠隔医療なら何倍もの人を助けられるのではないか。救急に限らず病気で困っている人も助けられるのでは。そう思い俺は遠隔医療にのめり込んでいった。それで気づいたら遠隔医療の第一人者の教授になったんだよ。いつしか俺は遠隔医療の第一人者となり、あちこちの僻地に行っては遠隔医療の設備を持ち込んで実証実験を繰り返した。そして気づけば俺は教授となっていたのだ。そんな彼だからこそ今回私はこの病院に呼んだんだよ。今回はこの古巣である大学病院が新しくなった関係で遠隔医療の基地ができた。そこでここからあちこちへと指示が出せるよう設備するために俺は戻ってきたのだ。そんな、そうだったんですね。すべてを聞いたさえは真っ白な顔でうつむいている。そしてごめんなさい。俺に頭を下げて謝罪した。あなたに大変失礼なことをした。本当に申し訳ないと思っているわ。涙を流しながら謝る彼女を俺は責めることはできなかった。確かに振られた当時は辛かった。しかし冷静になった頃に彼女の境遇を思い出し、振られても仕方ないと納得したものだ。サエだって大変だったんだろう。サエの家は母子家庭でとても貧乏だった。俺と会う時以外はバイトをして少しでも生活費を稼ぎ、常に節約を心がけていたものである。絶対に貧乏から抜け出してみせるわ。お母さんに楽させてあげたいもの。彼女はいつも俺にそう言っていたのだ。だからこそ俺を振ったのだろう。あの時の俺は犯罪者の息子として扱われていた。これから賠償金を払わなくてはいけない。借金貧乏まっしぐらの道しか残っていない。周りの誰もがそう思っていたのだ。貧乏暮らしから抜け出そうとしているんだから、多額の借金を抱える俺を切り捨てるのは当然のことだ。貧乏を嫌う際に借金ができた俺のことなど耐えられるはずがない。そう理解することができた。サエも努力して医者になったんだろ。俺がそう聞くとサエは涙を拭う。返済不要の奨学金を勝ち取って医者になったのよ。母に楽させたくてね。そして微笑みながらそう言うサエ。俺はそんな努力家のサエのことを恨むはずがない。これからよろしく。そう言い俺はサエと握手を交わした。仲直りしたようで何よりだ。俺たちのやりとりを見ていた菅原院長は微笑ましそうに見ながら言った。そういえば一部始終見られてたんだっけど、今更ながらに照れてしまう。千葉君、君この後診察は？ありません。それじゃあ彼の案内を頼んでもいいか。私はもう戻らないといけないが、このまま置いていったらまた迷子になってしまうだろうから。菅原院長の言葉に思わず苦笑する。そんな俺の横でさえは、はい喜んでと笑ってうなずいた。それから俺はさえの案内のもと大学病院の中を歩き始めた。あそこにある設備は普段からいろいろと見て回っているのか、彼女はいろんな設備に詳しかった。先ほどまでの俺を見下した雰囲気は一切なく、対等な仲間として扱っているのがよくわかる。あ、千葉先生、こんにちは。こんにちは、田中さん。あれからどうですか？すっかり元気になりましたよ。千葉先生がよくしてくれたおかげですわ。どうやらさえは素晴らしい医者らしい。笑顔で話しかけてくる患者さんや病院スタッフに笑顔で返す彼女を見て実感する。
さえは本当にいい医者なんだな。まあね、私もいろいろとあったんだ。そう言って何かを思い出すように遠い目をするさえ。もし時間があれば聞かせてくれないか。そうね、私も郁也の話を聞きたいし、今度食事でも行きましょうか。その言葉に俺は笑顔でうなずいた。そしてその食事は俺の予想よりも早く、その日の夜には彼女と食事をすることになったのだ。なんだか懐かしいわ。付き合ってた頃は毎日のように一緒にご飯食べてたよね。ああ、そうだな。交際中、昼休みには一緒に弁当を食べていた俺たち。彼女は節約するために自分で弁当を作っていた。そういえば、いくやも自分で作ったことあったよね。卵焼きが黒くなってたやつ。そんなこともあったな。昔のことを思い出して笑う彼女につられ、俺も苦笑する。あの頃の俺は、さえのことを愛おしく思うのと同時に、尊敬していたものだ。そして、母に教えてもらいながら弁当を作ろうとして失敗し、当時も今の彼女のように笑われたものである。いくやが転校した後、友達が一緒に食べてくれたけど、やっぱり寂しかったわ。俺とさえが別れたことは、それなりに噂になったらしい。周りは、犯罪者の息子と別れて当然だと彼女を慰め、からかう人はいなかったそうだ。それを聞いて少しだけ安堵する。もしかしたら俺と交際していたからと周りから嫌がらせをされてるんじゃないかと気になっていたものだ。それを気のせいだって思い込むために勉強に打ち込んだものよ。そして無事に彼女は有名医大に入学。今は整形外科の医師として毎日頑張っているとのこと。はじめお母さんに楽させるって医者を目指したんだけど、研修医時代にある患者さんと会ったんだ。その患者さんはまだ若い女性で、さえと年が近いこともあって仕事以外でも世間話をするほど仲良しになっていたらしい。さえが医者になるのを目指していたように、その女性も小説家になる夢を持っていた。そのためお互いに励まし合いながら夢に向かっていたとのこと。でもある日急変してしまって、その患者さんはそのまま他界してしまったそうだ。その後患者さんの荷物を整理していた際に未完成の小説を発見した。彼女の分も夢を叶えるって決めたの。そして一人でも多くの夢を持つ患者さんを助けたいって思うようになったの。そう言ってまっすぐな瞳を向けてくるさえ。彼女は昔から目標に向かってまっすぐ進むところがある。いくやはどうなの。そう言われ俺は昔のことを思い出した。引っ越した先で父の真実を知った俺は、そこから医者を目指すようになった。いくやが頑張るなら私も頑張らないとね。勉強に励む俺を見て、母も前を向けるようになった。そしてたまたま病院内の食堂のパート募集を見て応募することに。それで菅原院長と出会ったんだ。菅原院長が母の料理を食べて感動し、仕事終わりの彼女に声をかけたらしい。それがきっかけでたまに世間話をするようになり、その一環で俺のことも話したそうだ。それ以降俺のことも気にかけてくれたんだ。賠償金を払わずに済んだとはいえ、父が亡くなってしまったのでいろいろと心もとない状態だった。そのため俺も奨学金で医大に進むつもりだったのだが、菅原院長が、学費は私が出すよと言ってくれ、本当に支援してくれた。そして俺にいろいろと教えてくれたこともあり、菅原院長は俺の恩人であり恩師である。そういえば菅原院長って独身だったっけ。離婚されているよ。菅原院長は以前結婚していたが、奥さんが浮気したことで離婚した過去がある。母と出会った頃には離婚しており、母の料理のおかげで
昇進を癒すことができたと話していた。だからこれは私なりの恩返しなんだ。そう言って笑っていた菅原院長。彼の存在があったから俺は母を菅原院長に任せて遠方の病院に行くことができたのだ。もしかして菅原院長って？一応俺には隠してるみたいだけどね。少なくとも菅原院長は母のことが好きなのだろう。しかし母は父のこともあるし、郁也を支えたいからと言い、俺が結婚するまで再婚とかは考えていないらしい。それなら早く結婚しないとね。相手はいないの？残念ながら、サエと別れてからはそういった相手はできたことないよ。サエの方はどうなんだ？美人で医者なら結構モテるんだろ？はずれ。今まで勉強と仕事に集中してたから恋愛とか眼中になかったわ。その言葉にほっとする自分がいた。それから彼女と久々に楽しい時間を過ごした。あら、楽しい時間になったみたいね。俺の帰りを待っていた母が俺の顔を見た途端、面白そうにクスクスと笑う。すっかり見透かされているという事実に俺は少しだけ照れくさく感じた。よし、今日から改めて頑張ろう。翌日、俺は改めて医局に顔を出した。お、今日は迷わなかったか？すると俺を見てにやりと笑う人物がいた。その彼に思わず苦笑する。さすがに2日連続で迷いませんよ、天宮先生。彼は天宮誠司、俺が研修医時代にお世話になっていた人だ。それにしてもあの時の若造が教授とはな。そう言いながら今度はケラケラと笑う天宮先生。俺が研修医だった頃、少しでも早く遠隔医療を広めようと追い詰められ気味だった。そんな日々のせいか、辛かった頃の夢を見たり、父の同僚の家族に責められる夢を見るようになるほど。そのため心身ともに疲弊する日々を送っている中、もう少し肩の力を抜け。医者が怖い顔してたら患者さんまで緊張するぞ。そう言って俺の緊張をほぐしてくれた。時には休憩の合間に論文を読む俺にわざと絡んで無理やり休ませたり、休みの日には飲みに誘ってくれたり、時には何か悩みがあったら俺に言えよ、何でも解決してやる、と言ってくれた。当時は軽い人だなと思ったものだが、今思うと彼なりのやり方で俺を気にかけてくれていたのだろう。彼と菅原院長は親戚関係にあるので、院長から話を聞いていてもおかしくない。全部一人で抱え込むなよ。お前の周りには助けてくれるやつがたくさんいるんだからな。よくそう言ってくれたものだ。当時俺が父にしてほしいと思っていたこと、父に話したいと思っていたこと、それを叶えてくれたのが天宮先生だった。本当にいい顔するようになったな。まあ俺の方がイケメンだけど。あはは。ちなみに結構軽いノリだが、腕は相当なものだ。そういえば菅原院長から聞きましたよ、また難しい手術を成功させたって。まあな、俺にできない手術はないからな。アメリカに留学経験もある彼は小児外科として多くの子供たちの命を助けている。そんな彼だからこそ俺も尊敬しているのだ。まあこれからは同僚としてよろしく頼むよ。ええ、こちらこそよろしくお願いします。握手をするために手を差し出す天宮先生。その手を握り返し、俺は笑顔でうなずいた。上野先生、この件なんですが。ああ、それは。それから俺は新しく立ち上げた遠隔医療のチームで忙しく働いている。俺以外の医者のほとんどは遠隔医療に関わったことがない。そのため俺が一から教えている段階だ。とはいえみんな志望して俺のチームに入ってくれたので、積極的に学ぼうとしてくれている。いくや、私も聞きたいことがあるんだけど。わかった、
こっちが終わったらそっちに行くよ。驚くことに、さえも俺のチームに希望参加してきた。思わずその理由を聞いたところ、遠隔医療なら将来どこの病院に行っても遠方の患者を治せる。それって最高のことじゃない。そう言って俺に懐かしい笑顔を向けてきたさえ。その笑顔を見て俺はつい高校の頃を思い出し、なんだか胸が温かくなるのを感じた。それからしばらくして、俺がメインとなって行った遠隔医療の手術が成功し、テレビで特集されることに。世界がイクヤを認めてるわね。サエの言葉に俺は照れ笑いを浮かべてしまう。海外のニュースにも取り上げられ、いろんなところから講習をしてほしいと要望を受けている。とはいえ今は治療に専念したいところなんだけどね。まだ多くのところで俺たちの遠隔医療を待っている人たちがいる。特に地方や離島の病院ではすでに順番待ち状態だ。今は少しでも多くの人を助けたい。そういうところ昔から好きだわ。その言葉にドキッとして彼女を見る。そんな俺にサエは珍しく照れたような顔をしていた。サエ、君さえよければ。あ、待って。俺が例の言葉を言おうとしたら、彼女から止められて目を丸くする。今回は私から言わせてほしいの。え？私は今まであなたにひどいことをしたし、言ったわ。でもあなたが許してくれるなら私と付き合ってください。彼女の言葉に俺は満面の笑みを浮かべた。そしてあの日の彼女と同じ返事をした。イクヤ、お母さんがイクヤに会いたいって。お互いに医者なので一緒に過ごせる時間は高校の時よりも少ない。それでも休日は一緒にいるようにしている。そんな休日にサエからそう言われ、俺は少し迷いながらも彼女の母親に会うことにした。実際に会うのは初めてね。サエの母です。あ、サエさんと交際している上野郁也です。サエの母親は穏やかそうな人で、どこか上品な感じがした。高校の時はあなたに辛い思いをさせてしまったわね。え？いきなり俺に頭を下げるサエの母親。それに戸惑っていると高校時代のことを話してくれた。高校の時サエに別れるように言ったのは私なんです。詳しい話を聞くと、父の噂を聞きつけたサエの母親は泣きながらサエに別れるように訴えたらしい。サエのことだから、もしこのままあなたと交際していたら夢を諦めて賠償金を払う手伝いをするって言いかねないからと思って。つまり彼女は娘の将来を案じて俺と別れるように言ったとのこと。そしてサエから俺の父の真実を聞いて謝罪する機会を設けてもらったそうだ。あなたたちの幸せを壊してしまって本当に申し訳なく思っているわ。お母さんは悪くないの。私のことを考えていてくれたのだから。その上でひどいことを言って別れるって決めたのは私なんだから。サエは母親を安心させるためにわざとひどい言葉を使って俺と縁を切ることを選んだ。母親思いのサエらしい行動だ。そう思いながら俺はサエの母親に微笑んだ。俺は気にしていませんし、気持ちもよくわかります。だからこれ以上は気にしないでください。俺がそう言うと彼女はもう一度謝罪して微笑んだ。本当にあの頃はごめんなさい。そんなに謝らなくて大丈夫だって。本当に気にしてないんだから。その日の帰り道、途中まで見送るという彼女と共に歩きながら談笑する。確かに当時は辛かったよ。俺自身いっぱいいっぱいになってたし、今でも思い出す。父の葬儀の時、同僚の家族が来て俺と母を責め立てた。あなたの父親がこの子の父親を奪ったのよ。
そう奥さんに言われ、俺が硬直する中、母はひたすら土下座して謝罪していた。その時の光景が脳裏に焼き付いており、未だに思い出される。そんなこともあって、サイに振られた後、正直、俺は幸せになれないと思ってた。だから、引っ越し先でも息を潜めて生きていこう。借金を返すためだけに生きよう。そう思っていた矢先、父の真実が発覚した。父の最期を教えてくれた医師は、同僚の家族にも伝えてくれたらしい。その時に手紙をもらったんだ。ひどいことを言ってしまって、本当にごめんなさい。あなたのお父さんの分まで幸せになってください。って。この手紙のことは、菅原院長にも話していない。俺が話したのは、紗英が初めてだ。その同僚さんの家族は、今どうしてるの？詳しいことはわからない。その手紙に返信しなかったし。でも、この間、手紙が届いたんだ。これからも頑張ってください。そして、主人のような人たちを助けてください。って。その手紙を読んだとき、俺もやっと幸せになっていいんだ。そう思ったのだ。だから、俺と幸せになってくれないか。その言葉の本当の意味を察したのだろう。彼女は驚いたように俺の顔を見た。俺と一緒になってくれますか？その言葉に彼女からあの日と同じ返答が返ってきた。それから数年後、無事に彼女と結婚し、俺たちの間には双子が来てくれた。まさか孫を抱けるとは思わなかったわ。本当に。あの子たちにじいじって呼ばれると、つい顔がにやついてしまう。あれから、母と菅原院長も、無事に籍を入れた。年も年なので、結婚式こそあげないが、寄り添う姿は、何年も連れ添った夫婦に見える。今では俺の理想の夫婦として、参考にさせてもらっているほどだ。双子も、おじいちゃんに会えるのを、いつも楽しみにしてるんですよ。双子の片割れを抱っこしながら言うさえ。俺も同じように抱っこをしながら同意する。双子は人見知りもなく、時々病院に顔を出しては愛嬌を振る舞っている。そんな双子に雨宮先生を筆頭にメロメロになっているのをよく見かける状態だ。みんなのおかげで俺はすごく幸せだよ。いくやってば甘いんだから、これからもっと幸せにするんだから。そう言って、輝くような笑顔を浮かべる際に、俺も微笑み返す。そんな幸せな日々をかみしめながら、一人でも多くの人を助けるために、俺は仕事に励む日々を送ることになった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。